ソフトバンクは元宝とともに設立する特定目的会社を通じてフィンランドを拠点にスマートフォンなどモバイル端末向けのゲーム事業を展開するスーパーセルを買収します。買収総額はおよそ1515億円で、特定目的会社が株式の 51% を取得します。スーパーセルはアップル社の iPhone 向けのゲームアプリの売り上げで世界首位となるなど人気を集めています。ソフトバンクはスーパーセルの買収でスマホ向けゲームのパズル&ドラゴンズを展開する元宝との連携を加速するとともに、世界的にゲーム事業を拡大していく狙いです。